93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。ハリセンボンの箕輪はるかです。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。7月20日木曜日、はい、ナイツザラジオショー、今日もお願いします。はい、お願いします。あるね、はい、うん、早押し機が、あ、俺シンバなんだろうと思ったけど、ありますね。ああ、そっか、今日は俺こんなちゃんとするやつなんだ。すげえ、あ、すげえ、これ藤田さんが持ってきたの。楽しそう、持ってきていただいたようですよ。すげえ楽しみ。なんかこんな本格的な早押し機使うことだよね。なんか本当クイズ番組ぐらいしかないもんね。そうですよね。千葉テレビとかでやってるペインってやつか。あ、もう全然あれは全然、だってあの連動してないもん。連動してないもん。確かに同時に押してもわかんない意味ないね、早押しの。この機械は誰かが押したらもう周りが反応しなくなる。あ、すげえってことでしょ。はい、同時に、じゃあちょっと同時に今押してみて。あ、押してみましょうか。あ、電源まだ入った。焦るな、焦るな。オープニングトークがあるんだから。藤田さん来てからか。ごめんなさい、これ。で、押したくなっちゃうじゃん、これ。もうね。本当だよ。押したいでしょ。いや、押したいけど、太郎ちゃん来てからだから。太郎ちゃんって呼ぶ。太郎ちゃんって呼ぶね。太郎ちゃん来てるから。魔法使いみたいに言うのよ。魔法使い太郎ちゃん。わかんない。ガッポリ建設の一番で。ガッポリさんの一番で。言うだろ、別に。みたいに太郎ちゃんって呼ぶなよ、藤田さんは。ねえ、今週は、はるかさんは。はい。なんか、ね、そうですね、うん、あのちょっといいことしたのに、うん、気づいてもらえないと寂しいよねっていうことってありませんか。いいことしたのに気づいてもらえなかった、はい、そうなんですよ。何、この間あのその行きたかったラーメン屋さんがあって、うん、でそこまで歩いてたんですよ、うん、そしたらちょっと2メートルぐらい前をその大学生っぽい男の人が歩いてて、うんうん、でポケットからそうスイカをポロンって落としたんですよ。で、あ、落とした、拾おこうと思ってたら、その、向かってこう、向こうから来てた、中年のおじさんが、その、落としたことに気づいて、その、大学生に、あ、落としましたよって声かけたんですよ。で、声かけてくれてるから、そのうちに私が、その、スイカを拾い上げて、で、渡そうとして、で一瞬、どっちに渡そうかなと思ったんですよ。その大学生に渡すのが最短ではあるんですけど、うんうん、でもおじさんが気づいて学生を止めてくれてるから、まあ一応手柄はおじさんにあげないといけないかもしれないと思って、おじさんにスイカを渡したんです。そしたらそのおじさんはもうなんか当たり前みたいな感じで、受け取って、はあ、そうそう、これこれこれっつって学生にその渡して、うん、なるほど、拾ったはるかちゃんにありがとうみたいなのはなくってこと、ね、そうなんですよ、はあ、で学生も、うん、そおじさんがそうだから、うん、そのまあ、あのおじさんに対して、ああ、それありがとうございますって丁寧にお礼言って、うんうん、私のことは一切見てなかったんですよ。なんだよ、それ。なるほど。だ、あ、私、あの、うん、ここでこう、おじさんに渡して、うん、なんか3人で共同作業しましたね、うん、みたいな、ね、うん、一つの素敵空間、うん、素敵タイムが生まれるかなと思って、本当だよね、うん、おじさんに渡したのに、うん、なんか私だけいないものになっ、うん、なっちゃったなと思って。なるほど。ほう、はい、なんだろう、そなんで気づかなかったんだろう、その人も。惜しいね。なんかね、うん、惜しいね。そうですね。なんか歯車が一個外れた感じがしますね。うん、なんかタイミングとかなのかな、ちょっと。ああ、渡し方がそう自然すぎた。位置関係、配置とかもあるでしょ、ちょっと。あ、そうですね。うん、そうだね。大学生から見えてなかった。絶妙のなんか見えないとこにいて。あるかもしれない。うん、まあまあ、見えてましたけどね。見えてたんだ。私は顔見してましたね。ちゃんと見えてたんだ。はい。目もあった？目もあってました。ちょっと同じシチュエーションで再現をやろうか。ドラマ 99.9 みたいな感じで、もう、本当に見えていたのか。現場検証？現場検証やった方がいいよ、それ。そうですね。もう一回、うん。おじさん役の身長の、どのぐらいだ身長はおじさんは。身長はでも私と、まあちょっと大きいぐらいですかね。あ、じゃあなんでそうなっちゃったんですか。難しい。だから大学生に直接渡せばよかったのかな。まあ渡しちゃえばよかったんですけど、うん、でまあおじさんがこう気づいたっていうのを私は尊重したことでおじさんに渡そうっていう判断になったんですね。でも、うん、はい、はい、あ、ありがとうございます、拾ってくれてって普通言うよね。うん、もらうときに ね、はい、ね。で、この人拾ってくれましたよっていう案内で、はい、みたいな感じだったのも。
そうそうそう、流れるような、はい、流れるような。なんで遥かちゃんが無視されるのかちょっと分かんない、ね、分かんないよね。そうですね。まあその後普通にそのラーメン屋さん行ったんですけど、そしたらそのスイカ落とした学生もそのラーメン屋に入ってったんですよ。でちょうどなんか隣の席になって、なんか隣り合ってラーメン待ってたから、その間にもう、あの、私が拾ったんですけどねって言おうかなって、もうここまで。言っちゃダメだよ。ここまで。そんなに出てた、はい、もう頭まで。上まで出てました、ね。口にも通過しちゃって、ね。拾ってあげなかったらお会計の時にね、ジタバタしたかもしれないもんね。あれってなってね。そうですね。会計の時に気づくってこともあるからね。そうなんですね。ちょっとなんかもう、もやもやまでいかないですけど、まあ小さいことなんですけど、気づいてほしかったなっていうのは。ありますね、本当だね、それはね、ちょっと手柄が取られちゃうみたいな、まあそっか、ありますよね、たまにね。おじさんは、でもおじさんの意見も聞いてみたいけどね。ああ確かに、やっぱりはるかちゃんだけの言い分だと、それはやっぱりここで決めるのは一方的になっちゃいます。確かにそうですね、よくないと思うんだよね。大学生の意見も聞きたいし、はいはい、はい、うん、3人の話を、うん、わざととわざと落としたんですよっていうかもしれないしね。なんでですか。なんでわざと落としたの。試されてたの。じゃあ拾って欲しくなかったんですか、ね、そう、だからもう彼女との、彼女とのその前がいろいろあって、ストーリーがあって、はい、もうスイカ、彼女からもらったスイカをもう今日捨てるみたいな。あ、青春からなっちゃうか、これは。全然なってないです。全然キュンとしないです。コーナーになっちゃうかな。キュンとするポイントが全然ないです。何すか、それ。彼女との思い出のスイカって何すか、うん、捨てちゃえ捨てちゃえっていうストーリーだったのかもしれない。ゴミ箱とかに捨てる人だった、そしたら。で、拾うんだよ、こいつって思ってるかもしれないし。そうですね。そうだよね。でもなんかこう、なんかこう自分が落としたりとか、なんかこう拾ってもらって、あ、すいませんみたいな時って、まあ、軽くパニックではあるから。ああ、確かに。そう、なんか ちゃんと、こう、全方位にお礼を言えない時とかはあるかもしれないけどね。そうですね。いざそういう時ってなんか。見えてないから。テンパって。とりあえずその目の前に手渡ししてくれた、あの相手のおじさんだけしか見えてないって可能性はある。視野が狭くなってる。大学生はそうだと思うよ。多分ね。そうだよね。はるかちゃんに気づいてない。見えてるように見えて。だって今までの人生で何か拾ってもらった人の顔、覚えてないでしょ、全員。拾ってもらった人の顔とか。ああ、落とし物とかね。あ、いや、覚えてないです。覚えてないでしょ。だいたい道行く、すれ違いの人ですから。見ないもんね。がっつり、まあまあね。目をこうやって見て。いや、ないです。ありがとうございます。ないもんね。もう、一生、あなたのことは、もう、忘れませんみたいなことはないよね。そうないもんね。はい。僕なんか、安孫子駅でさ、うちの父親がさ、たまたま、サラリーマンで帰ってくるときにさ、ボケでさ、ハンカチ落としましたよって言って、俺自分のハンカチを出したのね。うん、ああ、すいませんってハンカチもらって行こうとしたからさ、あんま見てないんだなって。どんなボケですか。どんなボケなんですか。自分のハンカチ渡す。親ドッキリ。親ドッキリ。そうそうそう。ああ、すいません、すいません。つって言っちゃっていい。おい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 みたいなやったことあったもんね。息子に気づいてない。気づいてないから。あんま見てないんだよ、そういうのって。そうですね。だからその、大学生は多分悪くないということだと思いますけどね。そうですね。やっぱそのおじさんが、こう、そのなんだろう、当たり前みたいに受け取ったっていうことは、はい、おじさんも慣れてる。可能性はあるよね。ああ、うん。一回じゃないよね。初めてじゃないと思うんだよね。ああ、うん、何回もこう呼び止めて。というかもうすごい社長かなんかで、こう、タバコ出した時にもうスッとこの、ライターとかを出す秘書がいる人とかかもしれない。癖がついてるのかもしれない。秘書だと思ったってこと秘書感覚でこう。秘書感覚だったのか、うん。そういうことなんですか。あ、今なんか、地震の情報がですね、有楽町日本放送のスタジオ内にある震度計なんですけども、震度1を指しています、はい赤を読む。はい、地震です。東京有楽町のスタジオは揺れてます?揺れは感じないですね。とりあえず落ち着いて、まず身の安全を図ってください。ね、上から落ちてくるもの、はい、倒れてくるものに注意してください。うん、車運転中の方はハザードランプをつけ、スピードを落として安全を確かめてください。海岸近くの方は念のため津波を警戒してください。日本放送の地震計は震度1です。うん、新しい情報が入り次第お伝えします。はい。はい。ね、繰り返し、
お伝えします。地震です、うん、落ち着いてまず身の安全を図ってください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに注意してください。車を運転中の方はハザードランプをつけスピードを落として安全を確かめてください。海岸近くの方は念のため津波を警戒してください。日本放送の地震計は震度1です。新しい情報が入り次第お伝えします。このまま日本放送をお聞きください。はい、はい、ということです。本当だ、地震だね、はい、引き続き新しい情報入ったらね、うん、お伝えしますので。あ、森田さん来た。ニュースデスクの森田さんにここで入っていただきます、はい、お願いします。はい、お伝えします。はい、先ほど午後1時8分ごろ千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。各地の震度は震度3が千葉県北東部となっています。震源地の情報まだ入ってきておりませんが、震源が仮に海底の場合、津波が発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。気象庁によりますと、先ほど午後1時8分ごろ、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。各地の震度は震度3が千葉県北東部、東京有楽町の日本放送の地震計も震度1を記録しています。震源が仮に海底の場合、津波が発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。気象庁によりますと、先ほど午後1時8分ごろ千葉県で震度3の地震を観測しました。各地の震度、震度3が千葉県北東部、東京有楽町日本放送の震度計も震度1を記録しました。もう揺れを感じてはいませんが、震源が仮に海底の場合は津波が発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。で、この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。先ほど午後1時8分ごろ千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。各地の震度は震度3が千葉県北東部、東京有楽町日本放送の震度計も震度1を記録しました。各地の震度、詳しい情報が入ってきました。震度3を記録したのは千葉県の多古町、横芝光町となっています。また震度2が千葉県の成田市や東金市、印西市、匝瑳市、山武市などとなっています。また震度1が茨城県の土浦、埼玉の春日部、東京の世田谷、東京千代田区、横浜市など広い範囲で震度1を観測しました。先ほど午後1時8分ごろ、千葉県の多古町、横芝光町で最大震度3を観測する地震がありました。震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。日本放送地震速報をお伝えいたしました。森田デスクでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花信之です。木曜パートナーのハリセンボン美濃遥香です。はい、さあ今日のナイツザラジオショー、先週お知らせしたように、夏の特別企画、真夏のイントロクイズ大会で盛り上がりましょうをお届けします。はい、ということでゲストも2人登場します。1時台は番組初登場、イントロマエストロの、藤田太郎さん、はい、そして2時台からは芸人界切ってもイントロ大好き、芸人、芸人界切ってのイントロ大好き芸人、モグライダーの芝くんが登場して、真夏のイントロクイズ大会を行います。3時台は青春からもあります。はい、ね、そして今日もメールを募集しています。イントロクイズ大会なので特にメールテーマは設けないんですが、ゲストのモグライダー芝くんへの質問や、イントロマエストロ藤田さん、一緒に参戦するナイツの2人の応援メールや、イントロにまつわるメッセージ好きな、ね、はい、
好きなイントロとか、うん、イントロクイズ大会に出た的な思い出などあれば自由に送ってください、うん、はい、受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、メールの件名は自由に書いて送ってください、うん、読まれた人全員と抽選で5名様にラジオショーニューステッカーもプレゼント。ツイッターで感想をつぶやく場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。メールは rs@1242.com まで。メールには必ず住所、氏名、年齢、電話番号とテーマや番組の感想なども添えてご応募ください。はい、それではナイツラジオショー、今日も3時30分までどうぞお付き合いください。ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。なんか、はるかちゃんのね、はい、お話を受けてのメールですけども、はい、八王子絨毯絨毯さん、うん。6人でご飯を食べて、先輩の A さんのおごりということになったのですが、うん、私も気を使って1000円だけ多めに払いました。うん、だが、そこにいた人たちは、先輩が全部支払った感じになって、私の分は無視されている感じでした。1000円分のごちそうさまが欲しいです。感謝を無視されている感じがします。なるほどね。あ、まあそういうのはあるね。しょっちゅうあるよね、そんなことは。細かいよ。それありますよね。細かいよ、ね、あるけど。先輩にしかみんな言ってないんですね。ああ、そうだね。そういうのあるよね。ナイツでもらったものを楽屋に、うん、まあ、例えば若手にあげたってなっても、うんうんうん、ナイツ土屋さんからですってなってたり、ナイツ花輪さんからですってなってたりとかね、うん、そんなことはしょっちゅうあるよね。あるあるある、そんなことはあるよ。うん、あ、それはそんなに言い出したらもう切りない、言い出したら切りない。そんなのはもうね、うん、気になんないですけど、お互いあるだろうからね、それは。やっぱりだからなんか一人ぐらいね、うん、なんかあのありがとうございましたって言ってくれる人がいると、うん、そうなんですよね。いいんだよね、全員がそこはね、わからないというかね。そうですね、うん、これは嫌ですよね。はい、もう一個こっち、クリムトさんです、うん、私もはるかさんと同じ経験をしたことあります、うん、私の場合おじさんのポジション、かっこ落とした方に声をかけた、うん、だったんですが、うん、おじさんのポジションをやったんですね、はいはいはい、実際に物を拾った方が、あ、物を拾った方が、うん、直接落とした人に渡したので、うん、落とした人も拾った人にだけお礼を言ってて、私の存在はスルーでした。あ、逆にね。私だけその場にいないものとされ悲しかったです。あ、だからそうなってた可能性もあるわけだ。そうですね。はるかちゃんが直接大学生に渡してたら、おじさんがスルーされてた。そうですね。悲しい思いしてた。そうか、じゃあ難しい。3人で仲良くってわけにはいかないね。難しいですね。一瞬でこの2人に、こう挨拶するっていうのはできないのかもしれないね。ありがとうございます、ありがとうございますっていうのは。人間のキャパ超えてんじゃない、それ。人間のキャパ超えて、あの、やっぱり、で、1秒ぐらいでさ、あざあざってできないんだよ。そう。ね。一人の人間がとっさに、できないの。あの、俺を言える人の数。俺を言える数。検証してください、ね、限られてる。限られてる。そうだ。そう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 。一人までなんですね。一人までなのよ。一人までなのよ。そうか。おじさんの後ろにもう、私も入ればよかったかもしれない、ね。あ、そう、だからパッて移動して。うん、はい。でもね、おじさんが気づいたからいいやって言って、うん、無視していくのもちょっとね。だって一番スイカに近かったのははるかじゃないでしょ。そうなんですよ。で、気づいてるから、はい、やっぱ拾ってあげたいね、それはね。ね、なあ、難しいな、これ。やっぱりその、
そう考えるとやっぱ大学生ももう少しなんだろうね、うん、こう視野が広ければはるかちゃんに気づいてたのかもしれないし、そうですね、どういうことなんだこれは、まあこれは何だ、星野仙一さんみたいな人だったらね、ありがとうつってこう気づくんだろうけどね、こう名監督ぐらいの器だったら、やっぱり選手全員の誕生日にね、うん、全部把握してて奥さんに花束あげたりしてたらしいからね、星野仙一さんって。それはやっぱりそこまでの人物ってなかなかいないからね、いないからね、星野仙一さんスイカ落とすのかな、わかんないけど星野仙一さんがスイカ持ってんのかな、ね、スイカ落としておお、落とすことあったのかな、ありがとうありがとうつって、ね、また違う人にまた声かけてありがとういや私は何も別に関係ないんで見えすぎてます、ね、逆に見えすぎちゃってる、うん、ラーメン屋もう全部おごりでみたいな意味が分かんない、うん、怖いですね逆に ねそこまでいくと、うん、はい、さあ今日はねテーマメール、うん、イントロとかに、まあまあテーマメールは特にないですけど、イントロにまつわるメールも来てますね。来てます、はい、うん、ウーナッペさんです、うん、イントロクイズといえばクイズドレミファドンを思い出します、うん、高島忠夫さんの名司会ぶりや超イントロドンの難易度の高さ、うん、バッテンマークのマスクなど毎週家族で食卓を囲みながら見ていました。見てたね、面白かったね、うん、やっぱりイントロクイズ、イントロクイズやっぱりこの前も車の中で家族でやってたけど盛り上がったね。どうやってやったの？もう流したの？だ携帯から流せるから、うん、まあ、奥さんがずっとこうピッと止めてやるんだけど、うん、もう負けたくないからさ、もう俺もむちゃくちゃ、うん、ギリギリ勝ったけどね、途中からもうなんか90年代の曲とかになった瞬間にもう子供がもう娘わかんないでしょ、子供たち、わかんないわかんない、全然面白くない全然面白くない全然面白くない、子供たちわかんない、うん、でもランダムにやってたから、あ、うん、やっぱりこう、まあ、TikTok とかに流れてるやつはもう全くわからないけどね、うん、でもなんか子供ね意外にセンスいいんだなと思ったのが、うん、例えばなんだろう、こう負けないこととかって言うとタイトルわかんないじゃん、うん、そうすると負けないこととかって言うんだよ ね、その歌詞でタイトルだと思って、でもちょっと当てずっぽで行くんだ、そうそうそう、チャレンジするんだ、そう、それがなんか、まあいいね、全員がなんかその分かんないっていうよりはそっちの方がいいよね、そうそうそう、それが面白かった、例えば君がいるだけで、そのままじゃ全部言っちゃう、違えよみたいなそうそうそう、ね、でやっぱでもイントロクイズはやっぱ同世代がやった方がいい、やった方がいいね、ちょっとやっぱり年齢層差があると、うん、差があるとねちょっと分かんないか、うん、でも割と分かるね俺は、今の曲もイントロで、うん、車でしょっちゅう聴いてるから、へえ、うん、まあ、2023ぐらいで夜遊びとかだけでやってほしいね今日、あれ今年縛りの縛りで、うん、やってほしいけど、そう、竹下パラダイスって大体分かりますいや竹パラだけでしょ、だって竹パライントロドン、竹パライントロドンは分かんないけどそんなにないでしょ3曲ぐらいしかない多分、ね、さあこの後は、ね、まあ、まだまだメールもお待ちしております。日本放送The Radio Show、今夜10時からのフジテレビは新木10ドラマ、この素晴らしき世界、若村真由美主演、主婦がある日いきなり大女優として平凡とは真逆な生活を送る様をコミカルに描く完全オリジナルストーリー、新木10ドラマ、この素晴らしき世界は今夜10時から。フルモデルチェンジした新型エルフはステアリング、シート、ペダル、その全てを刷新、快適な運転環境を追求し安全走行のサポートを、ワクワクするニュースが走り出す新型エルフ誕生、いすず。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は
家具や布団の買い替えに使います。このように、クレジットカードのご利用経験者に、過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ、無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。先ほどありました地震に伴う交通規制は今のところありません。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、松戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。中央道の下りは山梨県の笹子バス停付近で工事のため5キロ渋滞しています。県道道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、あきる野インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロ、海老名ジャンクションで9キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。純烈コンサート2023、なんてったってスーパー銭湯アイドル。10月19日神奈川県民ホール、23日高崎芸術劇場大劇場、25日市川市文化会館。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は伊豆自動車、ミラースホールディングス、 JA 全農がお送りします。フルモデルチェンジした新型エルフは、ゆとりあるドライバースペースを目指し、クラストップレベルの居住性を実現。ホスピタリティあふれる空間を提供します。ワクワクするニュースが走り出す新型エルフ誕生。タカラレーベン、野球の楽しさや食の大切さを伝えたい、そんな思いから始まった JA 全農 WCBF 少年野球教室。私たちは未来へと羽ばたくアスリートを日本の食で応援しています。食と脳を未来へつなぐ JA 全農。この時間はこちらをお届けします。ショーアップナイタートゥデイ。本日のプロ野球の最新情報、そしてショーアップナイターの聞きどころをご紹介します、うん、木曜日は野村博さんとつながってます、はい、野村さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。昨日はね、オールスターがありましてね、はい、パリーグはやっぱり強かったですね。そうですね、うん、打つ方では目立ってましたね、うん、投手陣もやっぱりすごいですね、改めて出てくるメンバーがね。まあ、佐々木朗希に山本の忍と続くとね、やっぱり凄さは感じますよ ね、 ね、すごいですよ。交流戦はそんなにセパの差はなかったですけど、うん、はい、またやっぱちょっと ね、 こういうオールスターの一発ショットが、ね、この2戦でなると、ね、うん、特に力勝負になってきますからね、オールスターは ね、 ね、 ね、今日もありますけど、先発がやっぱり注目なのが山下俊平太投手、うん、はいはい、今年やっぱすごいですよね。そうなんですよね。で、まだ彼若いんで、当然球数だったり制限はあるんですけども、はいはい、そんな中でやっぱりこう投げるたびにこう成長してるイメージですよね。あ、まあ、やっぱり持ってる力は抜群に強いので、うん、やっぱちょっとした技術の向上っていうのはやっぱり見えますよね。なるほど。投げるたびに成長してるというのはもう具体的に何かこう、例えば、まあ、メインはフォークボールと、あと緩いカーブがあるんですけども、はいはい、やっぱりフォークボールが投げれない日やっぱり苦労してたり、カーブが入らなかったり苦労してたんですけども、はいはいはい、その辺のやっぱり試合の中で修正できるようになってきてる部分っていうのは見えてますよね、やっぱりね。なるほどね、修正力もついてるということですね、はい、それが上がってきてると思いますね。どうですか、やっぱこの時期にね、少し休んでまた後半戦が良くなったりもするもんなんですか、こうチーム選ばれなかった。ピッチャーに関してはやっぱり休める方がいいでしょうけどもね、まあ、ただ投げても2イニングぐらいですし、おそらく後半戦もちょっと間開けて詰めて投げることはないでしょうから、
じゃあそこまで別に何かこう影響があるわけじゃないってことですね。はい、それよりもやっぱりこう、うん、いろんな先輩だったり同僚から刺激をもらっての方がやっぱりプラスになる方が大きいんじゃないでしょうかね。なるほどね。そう考えると阪神がまた後半戦有利な気もしますね。いっぱい出てますね。そうですね。そうなる可能性はありますね。なるほど。さあ今日も夕方5時30分からマツダスタジアムでのオールスターゲーム第2戦オールセントラル対オールパシフィックを解説笹岡慎二さん、実況 RCC 坂上俊二アナウンサーで試合終了までお届けします。ショーアップナイタートゥデイ、野村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大好きだアラメー。アラメって誰？アラメー。こっちでも？アラメー。アラメがどんどん増えていく。カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社カジマ。素敵、これにしてよかったね。ああ。見た目もスタイリッシュだし、うん、乗り心地も。乗り心地？あれ？車のことじゃ。シャッターのことでしょ。素敵なガレージシャッターで見とれるほどの我が家に。シャッターは家の顔、文化シャッター。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は鹿島建設文化シャッターがお送りしました。はい、いらっしゃい。おじさん、もうやってる？やってますよ。増山さん、今日はどうしたんですか？テーマはお気に入りのお店を応援したい。春風亭一之輔、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から。ところでこのお店何の店だっけ？ぼんやりしたラジオです。今日のナイツラジオショーは夏の特別企画、真夏のイントロクイズ大会で盛り上がりましょう。ということで早速1時台からイントロ界絶対王者でもあるこの方に来てもらいました。イントロマエストロの藤田太郎さんです。よろしくお願いします。絶対王者、イントロ王者、絶対王者、イントロマエストロ言われたことないんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。大谷翔平と言われた。どうだ。ありがとう。いや、もう恐縮です。ありがとうございます。藤田さん、思ったより明るい方で。いいですね。もう、この番組大好きで。あ、そうですか。聞かせていただいておりまして。ラジオショーを聞いてくれてる。はい、もう14時代の芸人さんのゲストのところがもう大好きで。ありがとう。昨日の岡野陽一さんのも、はい、シルの話。ああ、そうそうそう。聞かせていただいて。聞かせていただいて。イントロは宇宙だという言葉をね。宇宙だって。それ使ってもいいですか、これ。言ってないでしょ、そんなことはね。いや、そう、マエストロっていうけど、イントロはもともと何ですか、うん、何で始めたんですか。中学生の頃に、はい、ランキング番組、ラジオのランキング番組が好きで、はい、で、ずっと聞いてたんですよ。うん、でも部活もやってて、土日のランキング番組聞けなかったんで、はい、部活中はカセットテープに録音して、はい、で、部活から帰ってきて聞いてたんですね。はい、で、第10位はって言ったらイントロがかかって、うん、で、メモって、はいはい、9位はっていうのをメモって、うん、っていうのをやってて、5年間やってたら、うん、大学時代にそれで、クイズサークル入ったら、うん、新入生歓迎会でイントロクイズやろうってなって、うん、そしたらその5年間やってたのが、イントロクイズの練習になってたみたいで、うん、それで、もう、ほぼ全部その時正解して、先輩に呼び出され、なんかやってたでしょうって言われて。なんかやってた。いや、5年間そのラジオ番組を聞いて、ランキング好きで聞いてて、それもイントロクイズになってるし、強いから、もうあんたそっちやった方がいいよっていうのからスタートですね。今の、こう、失礼ですけど、お仕事は何に？はい、もう今、イントロクイズ出題したりとかですね。はい、江戸川橋にある、クイズルームソーダライトって日本初のクイズ専門店っていう、もうこの時間に来ればクイズができますよっていう。お店があるんですけど、ね。あ、でも、この番組のメールが来てて、イントロ。はるかさんが、はい、言っていただいて。とか、そうそうそう。そこで、イントロクイズを毎月出題させていただいて、でとか、あとラジオ DJ やらせていただいて、なるほど。そこでイントロクイズ出題したりとか、はい、もうイントロとか音楽に関することで、今、いろいろやらせていただいて。イントロ御殿も。イントロ。イントロ御殿。イントロ御殿は、それで、はい、家を建てた、はい。その前に勝てました、ね。ああ、はい。音楽関係の仕事はずっとしてたんで、音楽配信の、はい、仕事をずっとしてたんで、そのことイントロ自体が好きっていうことなんですか。まあ、クイズとしてパンって答えるんじゃなくて、
このイントロ自体に興味はもともとあるんですか？そうですね、もともと音楽が好きで、音楽で、うん、ランキングがまず好きだったんですよね。あのヒットソングが好きだったんで、ヒットソングが好きで、でイントロクイズっていうのがあって、ね、そしたら結構正解できたんで、そっちにっていうのなんで、音楽が好きが、まあ最初っていうのは結構、ね、他のクイズやってる人とはちょっと違うかもしれない。その藤高さんが好きな、あの、イントロって 何、はい、何があるんですか？もう僕、もうベストオブベストが、うん、あの、小田和正さんの、ラブストーリーは突然にです。ああ、はい、あの、ちょくちょくです。あの、あれがもう最高。あはいはいはい、これが一番もうベストオブベストです、僕、まあ、これは確かに、僕らでもね、やっぱイントロクイズ結構早めに分かるかもしれないけど、メイントロ。もうこれは最初のあのギターのチュクチュチューンだけで、人が恋に落ちるイメージを、はい、心がこう掴まれる、つかれ、掴まれますよ、ね、曲はいまいちですけど、メイントロ。曲も最高じゃない。そういうことじゃないんですか。そういうことじゃない。そういうことじゃない。このそういうランキングじゃない。メイントロまで発表しづらくなる。もうあの曲も好きです。この曲。曲も大好きです。ちゃんと丸ごと聴いてるんですか、曲は。イントロクイズをもう極めようと思ったらやっぱりちょっとこうあのイントロだけっていうのはありますよ。正直な、はい、正直はそれはあります。そのアウトロとかもあるからさ、はいはい、そうそうそう。これは俺たち勝てるんじゃないかなって。そうですね。やっぱりちょっとそのクイズっていう風な形式だと、やっぱイントロをいっぱい聞いてるんで、今日そのアウトロクイズとかも先ほどお聞きしたんで、そこはちょっともしかしたらやばいかなって、はい、思っているかも。どうなるかわからない。どうなるかわからないかな。そう、世代的に得意の世代とか、今藤田さんおいくつなんですか？僕今43、79年生まれで、同世代だね。同世代ですね。やっぱり90年代、2000年代前半が得意ですね。はい、あの漫才とかも、はい、どうも、とかもだけ好きとかあるんですか、そういう漫才イントロ漫才イントロでよくナイツさんの前で言うのはやっぱつかみっておっしゃるじゃないですか、うんうん、はいはい、やっぱそこはどういうつかみ来るのかなみたいなつかみ好きなんですか。漫才もやっぱり最初の方やっぱりあのキリンの川島さんのキリンですとかやっぱりあーみたいになるのはちょっと、ね、はい、いいですね、あります、ね、ですよね。でもそれだったらね、AV 見ても始めでも止まっちゃうからね、と一番いいとこ見れないですよね。AV は、え、これは何て言いますか？言わなくていいです。何も言わなくていいです。大丈夫です。はい。早送り。まあ、言うよ、早送り。早送り。藤田さんが、いい人だから調子乗ってんじゃないの。何でも答えてくれるわけじゃないの。さあ、そうね、うん。じゃあ今日はちょっと藤田さんを教えて、はい。なんかちょっとやりたいですね。うん。うん。あ、うん、そうそう、これね、これスタジオに、あ、今日来ていただいたんですよね。これさっき言ったその、クイズルームソーダライトにあるやつを、うん、今日ちょっと、うん、本格的なやつ、はい、もう 5色用意してますよ。これって何、売ってるんですか？これは特注ですね。特注クイズ、工学部出身の方が特注で作ってくれて、うん、結構こう、オーダーメイドの。すごい。すごい。こういうのあんま売ってないですか？売ってないよね。最近は結構、もうちょっとこう簡易的なやつが量産されてるみたいですけど、これはやっぱり、やっぱこう、早押し機の大きさもありますし、うん、あと音も押して大丈夫ですかね。はい。っていう、こう、ちょっと、はい、結構こう映える。はい、いいっすね。はい、もう黄色だけ細工してないですよ。あ、だ押してみてください、花さん。なんで疑って。あ、つかないですね。あ、なるほどね。これじゃあちゃんと同時に押してもどっちか。そうですね、一番最初に。早い方。はい。ついた方じゃあ、同時押しやってみましょうか。あ、じゃあ、みんなで。せーの。あ、はるかちゃん、はるかさんが。すげえ。いいですね。これなんか、押し方とかある？楽しい。押し方？押し方も一番最初にパッと置いた時に自分が、うん、もうあの、うん、これがいいって思うものが一番いい押し方ですね。うんうん、人によって全然、僕、実は親指で押す。はい、親指。こう手前にした時に、はい、一番指が腕の短い。近いのが、親指だからっていう理由だけなんです。うわ、すげえ神経が一番早く来るんじゃないかと。来るんじゃないかってイメージ。そのイメージだけです。すごいっすね。親指で押すんですけど。やっぱ、まあ、イントロマエストロだ。やっぱイントロは早押しが命。早押しはやっぱ楽しいですよね。ね、メインかなと思います。すげえ。さあ、それではですね、うん、まあ、今日はこの後芸人界切ってのイントロ好きという、まあ、モグライダー芝くんも、来るんですけれども。俺だけの情報なんだけど。そうなんだよね。うん、実際なんかの大会で優勝したの見たことないんだけど、別に。本当に。さあ、ここで、うん、まあ、藤田さんがどれくらいすごいのか、ちょっとデモンストレーションを。いいね。やってみたいということで、うん、何問かイントロクイズを、はい。ちょっと出してみてもいいですか？頑張りましょう。これちょっと我々ナイツ、はるかちゃんも加わっての一応4人での対決。4人で。打倒藤田太郎。ね、いや、はい、普通のイントロクイズも用意してるわけですね。はい。ああ。スタッフさんの方はもうニコニコして。さあ、それでは早速イントロクイズエキシビジョン対決やっていきましょう。はい。シンプルにイントロだけを聞いて答えるクイズです。それでは第1問。ああ花尾さん早い花尾さんだ花尾さん負
分かった。はい、篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。いや、今、花輪さんにおしまいなんで、やばいよ。やっぱ面白いね、もうフルネームね、正式名称ね、やっぱり、ね、やっぱちょっとアーティストも知ってほしいんで、ちゃんとやっぱ言うっていうのも花さんの爆笑されてるけども、一息で言うんだね、そこはね、はい、いやもうちょっと押し負けた時、あやばいと思っちゃったんで、ほっとして、花さんその一問目のそれ邪魔ですわ。分からないのに、これも分からない、ただ押すって、それ邪魔だわ。光っちゃったと思った。一問目は藤田さんの一問取りました。シンプルに速さを頭真っ白なんですで押しちゃったんで、何度おっしゃったんだろう。ごめんなさい。すごい、今ので分かりますか、やっぱり今のは。まあ、これは結構イントロ短くて分かりやすい。あ、そうなんだ。すげえな。と、やっぱり。全然分かんなかった。いや、でも、ちょっと もう一問いいですか。もう一問いきますか。じゃあ行きましょう、はい。イントロクイズ第2問。え？いや、これは藤田さん。こんな短い。いや、短いかな。え？ LR のっけんお岩どう？うわー、すげえすげえすげえ、すげえ。あー、なるほど。はい、だんだんの。どんどんどんの音ね。大爆笑してる、嬉しい、ありがとうございます。確かに、どんどんだんだんの、もう本当に1秒しかないイントロのノックするんですね。はい、あ、もうノックする。うわー、これでもいけたかもしれない。確かに、いや、言われてらそう思うけど、はい、答え出たら分かるんですけどね。今のせめてどんどんだよね。そうですね、そこどんで終わるっていう、一発で分かったんだ。出題がうまいですね。うまい、うまいですね、あそこで切るのは。いや、こういう実力半端ないね。こういう短いのも出るんですね。楽しいでしょ。楽しいです。すいません、めちゃくちゃ楽しいです。すごい。もうエキシビション最後、ね、もう一問、はい、いきましょう。どうぞ。え？はい。あ、なんか言った。小田裕二 with マキシプリストラブサンバディ。ああ。はい。踊る大捜査線。そう。今なんつったの？これクーっていう、あのマキシプリストさんが、うん、あのちょっとこう掛け声から始まるイントロなんですよね。あ、俺なんかエレファントカシマシのクーだらね。あれはクーですけど、クー始まりで、あ、そうなんだ。クー、はい、クーです。確かに、でも言われてみればだな、でも全然速さが違う。速いな、あ、これ多分芝君かも。無理だろこれ。わかんないけど、あの、強すぎるでしょ。強すぎるわ、やっぱり。うん。いや、でもここは正解できてよかったです。すごいな、やっぱり。耳がやっぱり、なんですか、昔からそういう、いいんですか、絶対音感みたいなのあるんですか。あ、でもイントロクイズやるって決めてから、やっぱ反復で何度も聞いてるんで。うん、はい。なのでもうこの音感とか、音質、質で、はいはい、覚えてるんで。大体何曲ぐらい、そっかそっか。来ました、覚えてる。まあ、大体その年間ランキング、年間トップランキングの100は覚えてるんで、それが60年代から今までなんで、そうするとまだ6、7千曲ぐらいは、各年の100位まで。そうです、大体そこは。入れて。で、まあ、ちょっと苦手なのもありますけど、アルバム曲とか、そこに入ってないけど、あの、ヒットソングとかもあるんで、まあ、6、7千曲は1秒ぐらい聞けば、大体、あります。6000?6000、6000、7000曲ぐらいです。そりゃ勝てないわ。あ、はい、まだ、あ、はい。で、夢見る少女はいらない。おぉ、すげえ、今、普通に押し負けました。すげえ、今のいいですよ。どういう感じなんですか。ゲリライントロ。ゲリライントロ。油断してたよ。油断してました。めっちゃ油断してた。トークしてる最中に来るから。さあ、すげえ。押し負けたと思いましたよ。さあ。いや、すごいなぁ。これ勝ったら気持ちいいでしょ。勝った気持ちいいね。ねえ。そうですね。小田哲郎さんですよね。小田哲郎さんが。小田哲郎さんが、これはもう、作詞の作曲を弾いてる。俺今、相川七瀬見える少女いられないって、一息で言わなかったから、本当はダメです。いや、そんなことないです。そんなことないです。一息じゃなくても、はい。噛んでも大丈夫です。はい。噛んでも大丈夫です。噛んでも大丈夫です。ちゃんと答えが言えれば大丈夫です。アーストレートね、あのタイトル一息で言える。ちょっと憧れるね、それ。一回あの、篠原涼子のやつ言ってもらいます。はい。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。逆になった DJ だ曲紹介で普通に曲紹介でイントロクイズじゃなくて面白いその言い方これは面白いな。いや楽しみだな。ちょっと柴くんも交えての今日イントロだけじゃないですから、ね、柴くんはこれ楽屋でみんなでやった時に相当圧倒的に強かったですから、なんか寝起きで
正解されたって。電話でいきなり、しかも口イントロでね。はい。はるかちゃんの口イントロが相当な冗談者ですね。はい、そうなんです。ともしげの調子いい時と悪い時の声も聞き取れるらしい。それやっぱり重要ですよね。重要です。相方さんの。今日無理だなって。藤田さんにメール来てるんですけど、はい、あの、ボニーデーさんね、うん、今日は芸能界最強のモグライダー芝さんとのイントロバトルですが、これまで出会った人の中でイントロクイズが強かった芸能人とかいましたかという。なるほど。あ、強かった方、そうですね。うんうん、僕結構出題で、結構テレビも、そっか、うん、出演させていただいてるんですけど、はい、ラビット結構出題で出させてもらってるんですけど。ラビット出てるんですね。はい。麒麟の川島さんと、あと、はい、見取り図の森山さんは結構強かった。あ、そうですか。川島さん、イントロも得意なんだ。川島さんはもう得意ですっておっしゃって。普段聞いてるんだ。普段聞いてるんだと思います。あ、なるほどね。特殊ななんか、やっぱツッコミの人の方が多いのかな。ああ、でも森山君とか、芝君もそうだし。ね、そうですね。何か、あれがあるかもしれないですね。法則が。俺全く無理ですけど。全く答えられる気しないけど。ね、その耳のあれなのかもしれないですけど。ね。ああ、来た道の原良子、ウィズ・ティーコムの愛しさと切なさと心強さと。もう一回出すんだ。違うぞ。なんでもう一回出すんだ。もう一回。違う曲からだよ。聞きたいだけでしょ。回答を聞きたいだけ。これゲリラ、ゲリラやばいですね。汗が。やばいな。ゲリラダメ。ゲリラは、ゲリラや冷や汗が出ます。水ティー小室を聞きたいだけでしょ。いいなぁ、これ。ちょっとそこをなんか、最新版のとかに変えててほしい。2023版の。そういうのもあったりするでしょ、なんか。ウィンターバージョンとか。そうですね、アレンジ違いが、ね。アコースティックバージョンとかあったりするでしょ。そこ結構難易度高いですよ。それはわかんないでしょ。さすがに。そうですね、あとはもう本当に、一音じゃそれは無理ですね。ちょっと聞いてコード進行とかで、あ、これかも。なるほど、ね。っていうので、ひねり出すっていう形が多いですね。そうですよね。そういうなんか今流行ってる、2023とかの曲とかもなんとなくはわかる。あ、そうですね。その出題をソーダライトってとこでやってるんで、あの高校生とか若い子も来るので、やっぱり最新曲をやっぱりあの好んで押したい方もいるんで、そういう若い子、ね、高校生とかもイントロ好きな子いるんですか。あ、最近はやっぱドレミファドンがやっぱ大きいですね。テレビのドレミファドン見て僕もやってみたいって思うっていうので、あ、結構来ていただく方多いですね。今の子、はい、高校生、あの大学生多いですね。なるほどね。なんか CM のソングとかもそういうのも分かるようになってきたんですか。あ、そうですね。CM ソングは逆にイントロじゃなく、やっぱそこの部分がかかるんで、うんうんうん、それをイントロで出されるとかなり難易度高いですけど、そうですね、そこのサビの部分を出すっていうのも、やっぱり、みんな結構やったり。そうですね。その CM を当ててくださいとか、その曲名を当ててくださいみたいな。なるほどね。あ、何ですか、相川七瀬、夢見る少女じゃいられない。だから、だから、え、もう何、もうストック切れてない。この後も、藤田太郎さん、お付き合いいただきます。CM やつなんです。CM の、ジングル。ナイツラジオショーのジングル。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから、現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？窓を開けて新しい風、アミドスカシ夕焼け、変わらないままでいたいね、手願いながら眺めた。今年で35年、アミドの 3S。 たかし、車高く売れそうだぞ。他とは比べた？いや、面倒だろう。呆れた。買取店で18万8000円くらい差があるのに。父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の買取額が分かるサイト。あとは一番高いのを選ぶだけだよ。すぐに車たかしで検索。車たかし。はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、
借り入れが少なかったため、自分には関係ないと思っていました。それでも、あの日はなぜか、間違っていてもいいか、という気持ちになり電話をしたんです。そしたら、100万円を超える過払い金がありました。このお金は、家具や布団の買い替えに使います。このように、クレジットカードのご利用経験者に、過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ、無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いては公社の賃貸でおなじみの神奈川県住宅供給公社がお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。箱根の仙石原にあります箱根ガラスの森美術館にクリスタルガラスの水上花火が展示されています。箱根の夏の花火といえば芦ノ湖の花火が有名ですが、この芦ノ湖の水上花火をイメージして作られたオブジェです。美術館の庭園の中央にある池に展示されていまして、高さ 3.5 メートル、幅7メートル、およそ4万8000粒のクリスタルガラスで作られています。朝昼夕暮れ時の太陽の当たり方や風の具合で揺れたりしながら光り方も変わり、その瞬間の表情が楽しめます。世界でたった一つの日中でも美しい水上花火です。展示期間は今月から10月半ばまでの予定になっています。同時に今美術館ではベネチア、プラハ、パリ、サントガラス物語の特別企画展も開催中で、華麗なガラスの世界が堪能できます。夏休みは箱根の自然の中で日の光と風にきらめくクリスタルガラスの水上花火で素敵な時間を過ごしてみてください。詳しくは箱根ガラスの森美術館のホームページで確認をお願いします。横浜のスタジオから田中さんもお伝えしました。田中さんは、はい、好きなイントロとかってありますか？いろんな曲ありますけど。ああ、うん、やっぱり、うん、あの上を向いて歩こうのイントロ、 あれだったらすぐ分かりますね。うん、どういうやつでしたっけ？え、イントロ、あのなんかあの、うんタタン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 。神奈川県で賃貸をお探しの皆さん、後者の賃貸はご存知ですか？後者の賃貸といえば神奈川県住宅供給公社。後者の賃貸といえば礼金、仲介手数料、更新料は不要。詳しくは 0120-100-107 または後者の賃貸で検索。時刻は1時53分です。続いて、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。気象庁は今日、山口県を除く中国地方、近畿、東海の3つの地方が梅雨明けしたと見られると発表しました。平年よりいずれも1日遅く、去年と比べ中国地方が6日早く、近畿と東海が3日早い梅雨明けです。一方、関東甲信など他の地方は大気の状態が不安定などで天気が悪いことから今日は梅雨明けを見送りました。関東地方では今日の午後は雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるところがある見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。任期満了に伴う埼玉県知事選挙は今日告示され、これまでに現職と新人の合わせて3人が立候補を届け出ました。立候補を届け出たのは共産党埼玉県委員会書記長の新人柴岡優馬さん39歳と、無所属で新人の音楽家大沢俊夫さん69歳、それに2回目の当選を目指す現職で無所属の大野元弘さん59歳の3人です。
現在の県政運営への評価が主な争点となります。埼玉県知事選挙は来月6日に投票が行われ即日開票されます。次にニュージーランドの最大都市オークランド中心部の建設工事現場で今朝7時半ごろ男が侵入して散弾銃を乱射し2人が死亡し警察官を含む6人が怪我をしました。容疑者の男も死亡しました。これはヒプキンス首相が記者団に明らかにしたものでこれまでの捜査で政治的またはイデオロギー的な動機は特定されなかったと説明し国家安全保障上のリスクはないと述べました。オークランドで今夜行われる予定のサッカー女子ワールドカップの開幕戦については政府と主催者が話し合い試合を予定通り実施することが決まりました。ニュージーランドのメディアによりますと容疑者の男は24歳で過去に家庭内暴力事件を起こしたことがあり当局が行動を監視できるよう足首に電子装置が装着されていたということです。おしまいにアメリカメジャーリーグエンジェルスの大谷選手は19日ヤンキース戦に2番指名打者で出場し4つのフォアボールを選ぶなど1打数ノーヒットでした。チームは7対3で勝ち3連勝です。一方パドレスのダルビッシュ投手はブルージェイズ戦に先発し6回を4安打無失点の好投で7勝目を挙げました。試合はパドレスが2対0で勝っています。ニュースは以上です。森田さんありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業。The Radio Show。好きなイントロ、はい、南埼玉郡のしゅんさん。僕がナンバーワンだと思うイントロは布袋寅泰のスリルです。スリルのイントロが流れるとエガちゃんが走ってくるのではないかと恐怖感すら覚えます。スリルのイントロベビーベビーからじゃないか。リリリリン、ああそっちか。えディリ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 ディ、ギターで、うん、あれだよね。デデ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 。金鳥美術館作品ナンバー2金鳥る。評論家ジャック・ダレダ氏に話を聞きました。まず印象的に目に飛び込んでくるのはこの缶の上に描かれた青い三角形です。複数の三角形が心地よいリズムを作り出している。まるで青い海の水面を渡る波のように。その上には赤い金鳥るの文字、そしておんどりのマーク。このデザイン、日本の製品なのに真っ赤な太陽に焼かれたコートダジュールの海を思わせます。素晴らしい。この夏本当に暇なあなた、金鳥るの缶を鑑賞してみませんか。とてもアバンギャルドだ。金鳥るは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか。建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージしていませんか。実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
vẫn đợi. Cơn mưa chiều làm vơi vợi nhớ thương, giọt mưa rơi hay giọt lệ tủi hờn như ngàn sợi tơ vương đan tóc rối. Mưa giăng mắt cho lòng ai lạc lối, ảo ảnh vô theo sương khói dần tan. Tình trái ngang duyên kiếp làm bẽ bàng, mong mỏi đợi trong dọn dàng nuối tiếc. Đường sương gió bước độc hành mải miết, đời phù du đâu ai biết ngày sau. Tìm dư hương trong mưa gió nghẹn ngào, sầu nhân thế muôn ngày sau vẫy gọi. Tàn giông bão niềm đau còn đọng lại, chờ trong khi rượu vợi tình ta. Ai hẹn đâu mà mắt đẫm lệ nhòa, thương ra giết cuộc tình xa vạn dặm.